淡水両人はとうとう、常人峡淡水文化園区付近の淡水河畔に残る水上河奥。対岸は、観音山淡水区は、台湾に北市の四角区。近代には、新潮の条約港として、台湾を代表する港町でもあった。淡水、台湾東西北部、淡水河の川口北側に位置し、北は三四曝区、南は、関渡市及び、台北市北投げ区と接し、 西は台湾海峡に面する。東は淡水河を隔てて八陸である。風光明媚な土地として知られ、台湾八景の一つに数えられ、東方のベニスと称され、現在でも淡水河の落日は台北地区を代表する風景となっている。もともと台湾原住民平法族桁が乱族が住み、その言葉で法米と称され、台湾語音の漢字でこうあるいはこびと書かれた。 1624年にマニラからスペイン人が進出し、この地を占領してサンドミンゴ要塞を築いた。しかし1642年には台湾南部を占領するオランダ東インド会社がこれを駆逐し、要塞を再建した。サンドミンゴ要塞は後の工網城である。1661年に低成功がオランダ人を駆逐したが、1683年の 帝死王朝滅亡後は、新朝の領土となった。1858年の天津条約で、淡水港の開港が定められたが、同条約が批准されなかったため、1860年の北京条約によって、条約港として開港された。工房上には、イギリス領事館が設置された。これ以降各国の召喚が集まるようになり、淡水は19世紀後半には、 台湾最大の港湾として繁栄した。しかし、日本による、統治時代になると、河口に砂が堆積してしまい大型船が入りにくくなってしまった。このため台湾総督府は、キールン港を建設。台北とキールンの間には、鉄道も敷設され、港の繁栄は、キールンに移り、以降は、小さな漁村となった。戦後、高毛城など、 歴史的観光資源を多数持つ淡水は次第に観光地へと変貌していった。特に台北都市運淡水線の開通により淡水方面へのアクセスが劇的に向上した後は台北市民が気軽に出かけられる観光地として栄えるようになった。2010年12月25日には台北県が新田市に改変されたことに伴い淡水区と 改変され現在に至っている。区長国外、ありがとうございます。